ゴールキーパーが福井です。ディフェンスは三木、深津、高橋、奥山の4バック、中盤センターに高江と佐野が入って、右今日は太田修介が入ります。左に平戸大輝、4-4-1-1、トップ下の位置一つ下がって長谷川アリアジャスール、最前線に中島優輝が入ります。ゴールキーパーが後藤です。ディフェンスは右から松田、庄司、石尾、渡辺です。中盤センターに大橋、藤村と入って、右に島田慎太郎、左に大谷、最前線2トップ、丹羽志音と瀬沼雄二が入ります。レオと呼んでいますが、高江レオです。そのレオが縦パスを入れていって中島を落とすで裏、ああオフサイドなく、こう2対1の状況だ、中に入っていってマイナスで平戸見えますが、よく触った、あっと折り返す、後藤がよく前に出ました。今2対1の局面、チャンスでした。チャンスでしたね。この辺町田いろいろとまたデザインもかなりしてきますが、平戸やはり使ってきた、まず高江ワンタッチ落として放り込む、ヘディングスラス、当てて落として放り込んでスラス、はい、ボールスピードがあるんでね、はい、あのスラスだけでもあの角度によってゴールに行けたと思うんでね、うん、右2つ中を選択、佐野回収、丹羽が見ています。長谷川仕掛ける、間入ってきた、前向いていった、かわす、太田折り返す、中平戸がいます。中島が引いてボールを受けて、さあサイド変えた、ここはスペースがあります。運んでいったサイドバック、右からまた広げて、さて一つまたぎ、太田修介、速いボールだーと狙っていきましたね。まあ、シュートを外して打つタイミングがやり合いですね、はい、あのお互いの駆け引きも。あ、なるほど、また裏セルマを狙う、右アウトで収めて2番、うん、打ってきた、間合いはありませんでしたが打ってきました、丹羽志音です。まあ言いたくなる気持ちもあるんですけど、はい、ね、あのはい、インプレーした後にはすぐプレーに移った方がいいですね、はい、高いワンタッチ、長谷川、高いレオ来た、高い打つ、綺麗なワンツーから前が空いて、高いレオの左足でした。しっかりコース狙ってますね。この辺は変えませんが、剥がしながら、さてボール出た、高い位置残っていた奥山正幸、上がってきた、手前平戸がいる、戻していった、平戸の左足右でした、ビッグチャンスでした、平田大輝、わずかにゴールの外でした。これはいいボールでしたね、まあ、完全にスペースに抜けましたね、はい、でこうもう完全にそこでイメージしてましたね、戻すのも。で平田選手も、ね、スライディングされるのを分かりながら、ここ10分15分は町田の時間が続いています。縦パス入って吉尾です。利き足、左足からマゾビッチに通る、長野と中島倒れたが続く、岡田の仕掛け、速いボール、中島もいました。36歳中島を20歳の石尾がずっと見ています。これ岡田の仕掛け、岡田の右足だ、弾く、これは岡田のシュートですね。このこぼれに対して、はい、内村出した、ここが太田に中入れたワンタッチ、内村前を向く、スルーパス流れていってマイナス、うわーどうなる、この時間金沢先制、89分、位置までサイドハーフの大石がそこまでえぐりました、はい、まあ、この時間帯にあの藤村選手のこのスルーパスにつきますね、はいはい、あのよく冷静にギリギリのところ狙いましたね。高橋翔平、
縦に入れる。そうですね。ショッテ狙う。マソビッチいる。ここ金沢クリア。5分台入ったところ終了を告げる笛です。これでアウェー金沢3連勝となりました。